8月1日、水曜日の朝がやってきた。55時間水中で過ごした。あるグループにとっては、とても幸せな一日だった。本当はインディアナポリスは沈んでいなかったことが分かったのだ。カンは海面から少し下にいるだけだ。食堂にはアイスクリームが並び、水もたくさんある。最初にこれに気づいた男は嬉しくなって周りの者に大声で知らせた。これを聞くと別の男は、こいつはいい、と水の中に潜っていった。遅れてはならぬと、どんどん他の者も水中に潜っていく。まだ正気を失っていない者は、なんとかこれを止めようとしたが無駄だった。島が発見されたのもこの日だった。リゾートホテルのある素敵な島が突然現れ、二人の男が泳いでいくことにした。途中で別のグループと合流して、島まで泳ぎ着いたが邪魔が入り上陸できない。怒ってどんどん沖の方に泳ぎ出し、やがて消えてしまった。他には、よく冷えたスイカを好きなだけ食べたもの。車のキーを探して海底に向かったもの。レイテにたどり着く方法が分かったものなど。多くのものが何かしらの希望を見つけ進んでいき、二度と帰っては来なかった。なんとか押しとどめようとしたものもいたが、他人の世話を焼いているうちに自分が力尽き、やがて動かなくなった。は絶えず周りをうろつき、背びれがあちこちに見えた。グループから離れてしまった若者はあっという間に水中に引きずり込まれ、断末魔の悲鳴を上げた。しかしもっと厄介なのが日焼けと脱水症状だ。缶が沈んだ時、ほとんどのものは下着姿だったから、肌を覆う衣類もなく、太陽は容赦なく白い肌を焼いた。皆水ぶくれのように腫れ上がり、人相も変わってしまった。ギラギラと照りつける太陽に焼かれ続け、早く夜が来ないかと願う。しかし夜が来るとガタガタと震え、暗闇の恐怖に怯える。心の糸がプツンと切れてしまった者は、みんなまた会おうと言ってどこかに泳ぎ去り、それっきり戻ってこなかった。あるいは恐怖のために暴力的になる者もいた。日本人が来るぞと誰かが叫べば、混乱した者が乱闘を始め、空き缶や木片が舞い飛び、救命胴衣の奪い合いも始まった。助けてくれと隣の者にしがみつき、水中へ引きずり込む者もいて、まだ理性のある者にとっては恐ろしいことこの上ない。水曜日の夜が過ぎ、木曜日を迎えた。ほとんどの者が死の前の昏睡状態だった。話す者もなければ動く者もない。太陽は容赦なく照りつけ、肌を焦がすが、もう誰も文句を言わない。静かに死を待つ姿であった。上空には飛行機が見えたが、いつものようにエンジン音は頭上高くに聞こえ、通過していった。あちこちで悪態をつぶやく声が聞こえた。と、その時、飛行機が不意に方向転換をしたのだ。こっちへ来る。旋回した。しゃがり声で喜び、残った力を振り絞って、飛行機に救助を求めた。この時、上空を飛んでいた風員注意は、調子の悪いアンテナを回収するため、後部銃座にやってきた。その時、ふと下を見ると海面に油膜の光を発見した。思わず仲間と歓声を上げた。日本の潜水艦から漏れた油だと思ったからだ。攻撃の準備をして降下した。しかし、よく見ると驚いたことに油の間からいくつもの頭が見えた。こうしてやっと遭難者は発見されたのだ。インディアナポリスが沈んでからまさに3日半、84時間後のことである。生き残った者は4回の夜を海の上で過ごした。1196人の乗員のうち
生存者はわずか316人、約900人が命を落とし、見つかった88体の遺体には手足がなかった。この日、ウィン中尉が遭難者を発見しなければ全滅していたかもしれない。というのも、インディアナポリスが沈没したことをレイテでは誰一人知らなかったのだ。 SOS は受信したが、日本軍の罠だと考えられ無視された。敵戦艦らしきものを撃沈というI-58 戦からの無線も傍受していたが、米海軍はこれも同じように無視した。インディアナポリスのような大きな従順がこんな形で姿を消す前例がなかったからだ。レイテ到着予定日にインディアナポリスは姿を見せなかったが、到着したものとみなされ予定表から消されてしまっていた。この失態の責任を一体誰が被るのか。海軍作戦部長キング大将はマクベイ艦長をジグザグ航行を行わなかった職務怠慢の罪で軍法会議にかけることを決めた。そして日本から橋本茂実が元海軍中佐を証人として呼んだ。当時のアメリカの国民感情を考えると、これは火に油を注ぐような行為だった。日本軍の捕虜収容所での残虐行為などについて新聞が毎日書き立てている中、インディアナポリスを沈めた張本人がワシントンにやってくるのだ。一部の新聞は橋本がアメリカ人より背が低いこと、英語を話せないこと、貧相な服を着ていることなどを侮辱的に書き、お辞儀をする姿を笑った。この服装について補足すると、一面焼け野原の東京ではワイシャツ一枚新調することもできなかったそうだ。しかし橋本は何があっても威厳を保ち、堂々たる態度で証言台に立った。この時の様子をニューカム氏は、彼の態度は落ち着き払って場にふさわしくない服装をしているにもかかわらず、威厳があり有能な人間だという印象を見る者に与えたと表現している。ここで橋本はマクベイ艦長がジグザグ航行をしていようといまいと結果に違いはなかったとはっきり証言した。だがマクベイ艦長は有罪になり、彼の海軍におけるキャリアは終わりを告げた。当時インディアナポリスには第三の原爆が積まれていたため、異例の軍法会議が開かれたという噂が飛び交っていたが、ニューカム氏の著書を読む限りではそうではなく、インディアナポリスに護衛駆逐艦をつけなかった責任や救助が遅れた責任の追及を避けるため、海軍上層部は全ての責任を誰か一人に押し付ける必要があったようだ。マクベイ元艦長にはその後何年経っても遺族からの憎しみに満ちた手紙や電話が絶えることがなかった。そして1968年11月、70歳になった時、もう耐えきれなくなったのだろう。自宅を出て横になり、回転拳銃をこめかみに当てて引き金を引いた。その後この事件に劇的な変化が起こるのは50年も後のことだ。11歳のハンター少年がジョーズの再放送をテレビで見ていた。ある漁師がインディアナポリスの沈没とサメの襲撃について語るシーンを見て、ハンターは父親に、これって本当なの?と尋ねた。父は、確か実話だったと思うよ、と答えた。ハンターの学校では、6年生の歴史発表会がもうすぐある。これなら興味深い発表ができるかもしれないと、ハンターは考えた。調べるうちに多くの疑問にぶつかり、いつしかマクベイ元艦長の名誉回復運動の先頭に立つようになった。そして2000年10月、マクベイ元艦長の免責が宣言された。ビル・クリントン大統領もこの決議にサインした。マクベイ元艦長の名誉回復に協力していた橋本元中佐はそのちょうど5日前に亡くなっていたため、
この知らせを聞くことはできなかった。インディアナポリスを沈めたI-58 戦はというと、日本の敗戦後、佐世保に開港されネズミの住処になっていたが、昭和21年4月米軍はこれを海上にて火薬を仕掛け沈めた。 I-58 戦はたちまち300メートルの海底に沈んでいった。潜望鏡に添えられた桜が別れを惜しむようにひらひらと舞っていた。最近の調査で I-58 戦は海底に突き刺さるようにして眠っていることが分かっている。